目視。目視、目視、アポカリプスは、初期のユダヤ教及び、キリスト教において、神が選ばれた預言者に与えたとする、秘密の暴露、また、それを記録したもの。目視を記録した書を目視文学という。目視文学は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の伝統において、極めて重要である。目視文学では、 天地創造以来現代を経て終末に至るまでの時代区分の説明、善と悪の対立、現代が悪の支配する時代であるという認識、終末による悪の時代の終焉、死者の復活、最後の審判、天国と地獄などの協議が与えられている。目視文学は元来、キリシア語を話す。 ユダヤ人に向けて書かれたものだったようであるが、キリスト教徒にも受け入れられ、用いられるようになり、さらに発展していった。日本語としての目視は、新約聖書の一書、ヨハネの目視録に与えられた語から来ている。これは、と言い、王位を外すことを意味している。の書失は、ヨハネの目視録の正題である。これは、冒頭の句から取られており、 簡潔にこの書の内容を表している。ここから、動詞の内容を持つ書にも、目視の語が用いられるようになっている。2世紀から、目視の語は、ユダヤ教徒とキリスト教徒の両方に用いられ、数々の書の呼び名に用いられた。すでに、ギルガメシュ・ジョジシなどのアッシリアやバビロニアの、創世神話は、目視文学的表彰を含んでいた。ゾロアスター教において、ペルシア人に善と悪。 光と闇の終末における戦いという観念が浸透した。ここからヘレニズム期、つまりアレクサンドロス三世大王がコアジアを支配して以降、紀元前三百333年、今日のパレスチナに黙示文学が浸透してきた。ヘレニズム期にはユダヤ人の間にもギリシア哲学やギリシア語が浸透し、聖書の合理主義的、比喩的解釈や、 創世紀の宇宙論としての解釈が行われるようになった。ユダヤで第二エルサレム神殿、紀元前539年が再建されてからエルサレム行為戦で破壊されるまで、紀元後70年が文学ジャンルとしての目視文学の世紀である。後期の目視文学は多く聖書の解釈と結びついている。紀元前2世紀から紀元1世紀にかけては、 ヘレニズムの中心都市であるアレクサンドリアを中心に、ユダヤ人たちの間でギリシャ語で書かれた、目視文学が成功し、多言語にも訳されるほどの流行を見た。この時期はしかし、パレスチナのユダヤ人国家が困難に直面した時期でも、あった。当時の情勢に合わせて、聖書の比喩的な解釈だけでなく、超自然的な解釈も割れた。週末の待望は、 すでに紀元前8世紀のユダヤで災いを予言した初期の予言者の間に見られる。予言者アモスはイスラエル王国にイスラエルにとって闇であり光ではないヤファエへの火がもたらされると予言しているアモス書5時18分マイナス -20。ミカは同じような予言をユダ王国に対して行い終わりの日にシオンの山に向かう人々の行進について述るミカ書4章。 その200年後、エレミアは、ミカの災いの予言に帰る。その予言は、エルサレム神殿の破壊とバビロニアへの流刑という、政治的事件と連関している。バビロニア保守において、これらの予言は、外国人の君主の支配を受けるという歴史の中における審判となり、民族への審判と結びつき、また普遍化された、例、イザヤ書2章。 またメシア待望はしばしば目視文学的になり、メシアが世界における不正と暴力の歴史を終焉させ、審判を行うという観念に発達した、イザヤ書9章。イザヤ書においては、メシアは世界を支配する王,王となり、自然法則の変化に至る、全宇宙の究極の変化をもたらすと考えられている、イザヤ書11章。またエゼキエルガキ、ダニエル書にも、 目視文学が発達する。ダニエル書きではもはやメシアによる地上の支配は語られず、神の宇宙支配が問題とされる。紀元前二世紀から紀元前一世紀にかけては、さらに多くの目視文学が書かれた。エチオピア語の絵の具書き、四書からなる絵面書き、クムランの戦争の巻物、紀元前百三十年頃などである。しかし、紀元二世紀までにはエルサレムを離れ、 ヤムニアに拠点を移した、正当派のユダヤ教指導者らによって、黙示文学の善悪に言論が批判されるようになっていった。一世紀末のヤムニア会議は、これら黙示文学の多くを、ユダヤ教の聖典から取り除き、ダニエル書に含まれていた黙示のみを、聖書の預言者たちの正当な継承として、棚派に組み入れた。イエスに返せられる概念、神の国と人の子は、 共に、聖書の預言者と、目視文学の影響下にある。しかし旧約では、世界の終わりと結びついていた災いの預言は、ここでは、第二イザヤに含まれていた、救済の観念、すなわち堕落した、被造物への最後の審判とその救いの観念と、結びついている。キリストの十字架上の死は、初期キリスト教にとっては、最後の審判の本案であり、その復活は、 世界の究極の転換による救いへの道を意味していた。これらは、キリスト教教義の救済論の中心をなしている。つまり、目視文学は、キリスト教神学の母、エルンツとケーゼーマンとなったのである。目視文学は、福音書では交代し、キリストの再臨に付随する出来事として言及される。しかし、最後の審判は、キリスト再臨においてなされるものとして、 すべての福音書で言及される。新約聖書中、全巻が目視文学で構成されるものは、ヨハネの目視録のみである。初期キリスト教の目視文学でこれのみが、新約聖書聖典として残った。このためキリスト教では、この書は単に、目視録としてのみ言及されることが多い。ヨハネの目視録の構想は明らかに、ダニエル書の影響のもとにある。天使によって、 未来の幻がもたらされ、地上の未来から、世界の終末にその内容が及ぶ。終末における救い、世界の変転、救済という構想は、ユダヤ教から、キリスト教に受け継がれたものなのである。予言的、目視的な未来予言について研究する神学の分野を終末論という。宗教文書としての目視文学は、文学の明らかな派生形態とみなされる。 この領域にはいくつかの特徴をなす要素がある。目視とは非に、すなわち、人間の知識の通常の範囲を超えたところにあるものの、啓示である。神は預言者あるいは聖人を選び、隠された事柄についての教示を与える。それらの隠された事柄とは、人間の経験からは疎遠な物事であるか、さもなければ、人類史の中に未だ起こっていない出来事である。 展開の日々のいくつかが、詳細はどうあれ明かされる。その内容は、神の目的、天使及び悪霊の行為と特徴、自然現象の説明、天地創造及び最初期の人類の歴史、人類の歴史の区分と善悪の勢力による支配、ごく近い将来に差し迫った出来事、とりわけイスラエルの未来に関係のある出来事、世界の終わり、最後の審判、人類の運命、 メジアの祭臨、天国と地獄の描写などである。隠された知恵の啓示は、幻あるいは夢によって与えられる。旧約聖書における、目視文学の主要な例は、ダニエル書の中に見出される。ダニエルが三週間の断食の後にチグリス川の、ほとりに立っていると、天の使いが彼に現れ、その後に啓示が続いた。ヨハネもまた、ヨハネの目視録の中で、 似たような経験を極めて類似した言葉で綴っている。啓示を運ぶものとして、天使を導入することは、黙示文学の際立った特徴である。エロヒムは人間に直接語りかけず、その指示は、天の使いによる媒介によって与えられる。この使いが原始者の導き手となる。黙示文学の典型的な構成においては、筆者の主要な関心は未来にある。 基本的に目視とは、通常は明白な宗教的な目的を持った預言者が、神が人間を扱う方法と神の究極の目的を示すことを意図ている。神秘的な要素は、主題と書き方の両方に顕著であり、典型的な目視文学全てに共通した明らかな要素である。目視の質は、再び、B 神秘的な象徴を絶えず用いることのうちに、見出される。 このことはとりわけ数比実が筆者の意図を隠すために用いられる。よく知られた場合にはっきりと示される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。